もうすぐ避難の準備が終わるな。たまにこういう任務が来るけど、面倒なことこの上ないよな。何を言ってるんですか。今回の我々の任務は人々の避難を支援護衛すること。普段以上に気を張らなければならない重大な任務ですよ。それをまるで、要するにみんなでお引越しってわけだ。いつもいつも切った張ったしてるよりたまにはいいとは思うがね。任務は任務です。いいも悪いもないでしょう。それに護衛するのは村人だけじゃないのよ。切り札を受け取るまで何としてもここを死守しなければならないんだから。実に名誉あることだけどさ、切り札ね。どんなすっごい武器なのやら。二人ともそこまでにしておけ。周りに示しがつかない。確かに目前の敵のみを相手にするより護衛は緊張を強いられる。小規模の集落とはいえ人命を預かることになるし、引くわけにはいかないからな。それにここは前線に近い。みんな最後まで気を抜くなよ。しかしリンダは少し緊張しすぎている嫌いがあるな。申し訳ありません。そうそう、少し肩の力を抜いてリラックスしろよって言いたかったんだぞ、俺は。それは遠回しすぎてわからなかったな。ああ、こうしてまた俺の善意が日の目を見ずに消えていくんだな。そのまま埋もれてればいいのに。報告します。傷の山脈より魔物が現れました。あと少しという時に住民が避難するまで我々で抑えるんだ。多くは俺が引き受ける。行くぞ。懲りないんだから。避難が終わるまであと少しだ。もう少し耐えてくれ。メリオティオ。あらかた片付けましたね。ユージェン、追撃の指揮を頼めるか。深追いはしないよ。もちろんだ、頼む。はいよ。ほら野郎ども、行くぞ。俺も周辺を見てこよう。まだ近辺に魔物がいるかもしれない。残りは救助や治療に当たってくれ。リンダ、ここは君に任せる。了解しました。お気をつけて。これでここの多くは片付けたな。あれは、アルバ。相手が悪すぎる。その子から離れろ。我に刃を向けるか、人の子よ。勇ましい虫けらだな。
だが、それが命取りになるぞ。俺が時間を稼ぐ。逃げろ。余計な手間をかけさせよって。あなたは行きたいですか？再びあの場に戻りたいですか？俺にはやらなければならないことが残っている。ならば答えなさい。あなたに今一度立ち上がる力を授けます。さあ立ちなさい。一体何を？なぜだ？なぜその傷で立ち上がれる？確かに殺したはずだが、ならばもう一度滅ぼすまで。
力一体何だ。さっきはまるで歯が立たなかったのに、俺は確かラルバと戦って、俺は一度死んだ。だがあれは、大丈夫？ああ問題ない。それとさっきはありがとう。君のおかげで命拾いしたよ。ふん。ああ、名乗り遅れて申し訳ない。俺はジークハイト。ジークハイト？君の名前は？それは俺の名前だよ。君の名前は？俺を救ってくれたのは彼女ではないのか。いや、あれは夢などでは。あなたは？どうやら味方らしいな。前線部隊の者だ。はい、私はジークハイトと申します。現在この近くの集落の避難護衛の任についております。私はアルゼストだ。前線部隊の指揮を取っている。強力な力を感じて来てみたのだが、先ほどのあれはお前か？おそらく彼女の力です。この娘の？しかし、この娘よりもお前の力の方が強いように感じられるぞ。私がですか？しかし、あのラルバを倒せたのは彼女のおかげです。瀕死の私を助けてくれたのも彼女です。その話、こんなところにいたのか。探したぞ、ニーメリア。あんたが見つけてくれたのか。いや、私ではない。この者だ。ジークハイトと申します。礼を言う。ご苦労だったな。いえ、私は何も。ギガンタ、なぜここにいる？切り札を連れて行く途中だ。あの娘がそうだ。ほとんど力を感じないぞ。なんだと？ジークハイト、ラルバを倒し瀕死のお前を救ったのはその娘だと言ったな。はい。これは私の推測なのだが、お前を助けた時に彼女は自分の力をお前に分け与えてしまったのではないか。私に彼女の力が？そうなのだとすれば、あの力、説明がつくが。この状態で断定はできない。エルネスト様に調べていただこう。俺はミーメリアを連れて先にトライゾン城塞に戻っている。戻り次第エルネスト様の元に来い。承知しました。さあ行くぞ、ミーメリア。違う。違うのかよ。お前の保護者はそう呼んでたぞ。まあいい、名前は後で聞いてやるから早く来い。ジー
ークハイトと一緒に行く。俺と？ずいぶん懐かれたものだな。ジークと一緒。わかったよ、好きにしろ。お前にその娘の護衛を任せるぞ。は？はい。お前たちのことは伝えておく。無事トライゾン城塞まで連れてこい。いいな。はっ、謹んでお受けいたします。よろしかったのでしょうか、このような重大な任務を私に。そこまで懐かれてはな。ジークハイト、ラルバがいたと言ったら。はい。近辺の見回りは私が務めよう。お前は自分の任務に戻るといい。彼女を頼んだぞ。お任せください。ではミーメリアさん、行きましょう。みーちゃん。え？みーちゃん。みーちゃん。みーちゃん。ああ、みーちゃん。うん、みーちゃん。では戻りましょうか、みーちゃん。ちょっと目を離した隙にとんでもないことになってたんだな、お前。でもよかったな、ちゃんと帰ってこれて。お前が倒れると心配するやつがいるんだから気ぃつけろよ。ああ、もちろん俺も心配すっけど。そうだな、タイを率いているものがこんなざまではな。どうした？いや、なんでもない。たださ、春は遠いなって思って。こんな時に何を言ってるんだ。ジーク！みんなへの挨拶は済んだか？うん、よろしくお願いします。あのね、みーちゃん、いっぱい教えてもらった。これ、リンだ。これじゃない。リンだ、ありがとう。あ、いえ、ずっといい子でしたよ、ミーミルちゃん。ミーミル？本名を呼ぶと怒るもので、隊員たちがいろいろつけてなかから、私が選びました。なかなかいいんじゃないの？リンダにしてはいい感じだし。にしてはかわいい、かわいい、かわいい、似合うってこと。かわいい、かわいい。そうだな、新しい呼び方ができてよかったよ。さすがにミーちゃんでは少し気恥ずかしい。リンダ、彼女を頼めるかな？え？あ、はい。各班の準備は済んだのか？はい、いつでも大丈夫です。では出発しよう。
嫌なの？こいつは手ごわいですよ。ニメル、下がってろ。ジークハイト、参りました。まずは護衛の任、ご苦労であった。休む間もなくすまないな。いえ。君がジークハイトか。私がエルネストだ。話はギガンタより聞いている。彼女がそうなのか。はい、ミーメルです。ギガンタの報告通りだな。魔力もわずかしか感じられない。どうだエルネスト、彼女の中にはほとんど残っていません。やはりジークハイトに移動しています。ジークハイト、よく聞いてほしい。彼女は蓄えていた魔力の大部分を君の蘇生に当ててしまった。しかし今問題なのは魔力ではない。君に移った彼女の力だ。魔力ではない、別の力ですか。エルネスト様、ギガンタ様は彼女を切り札と呼んでいましたが、彼女は一体。言葉通り彼女は我々の切り札。では彼女は。そうだ、彼女なくては我々の計画はなし得ない。我々はこの戦を一刻も早く終結に導くため強力な魔気を欲している。魔気を使い戦力の底上げを図ると。その通りだ。そしてその魔気を作成するためにハスカリノの協力を仰ごうとしている。しかしハスカリヌはメリクリウスのラルバです。また我々に争いの道具を与えたゆえどこかに封印されたと聞いていますが。確かにハスカリヌは闇に落ち、神によって封印されたラルバだが、それはハスカリヌ自身が悪というわけではない。ハスカリヌが人のために作った装具、闇の信徒が悪用したから問題なんだ。不当な罰を受けているとは思わないか。主であるメリクリウスとて関係により落とされた神、本来ならばこちらにいるべきお方だ。かわいそう。そしてハスカリヌの封印を解くために必要なのが彼女の力だ。一体どういったものなのですか。彼女には解放の力とでも言うべきものが宿っている。まさに彼女は鍵の存在なのだ。我々は彼女の力を使いハスカリヌの封印を解くはずだった。しかしここで危惧すべき事態が発生した。私にその力が移ってしまったのですね。君に魔力を分け与えた際、何かの弾みで移ってしまったんだ。魔力の低下は一時的だ。時間はかかるかもしれないが、いずれ元に戻るだろう。だが、こればかりは彼女に思い出してもらうしかない。力が無事彼女に戻れば問題はないが、本人もどうやって移動させてしまったのかよく分かっていないだろう。
もし彼女が思い出せなければ、彼女に代わり君に封印を解いてもらうことになる。ごめんなさい。ミーメルの役目がミーメルから俺に移るだけだよ。でも本当はミーメルがちゃんとやらなきゃ。そのためには移動させた方法を思い出すしかない。頑張る。しかし無事封印を解いたとして、果たしてハスカリヌはこちらの味方となり得るのでしょうか。ハスカリヌは主にとても実直だ。恩を仇で返すような不実ではない。お言葉を返すようですが、関係に落ちたとはいえ、メリクリウスがあちら側に居続けているのもまた事実です。実直というのであれば、むしろ君は殺されるか否かという時に目の前の剣を手にしないのか。長らく封印されていた者を助け、その協力を得られなければとろう。敵に回りでもすればそれこそ。君の不安はこういったことだ。はい。しかし誠に残念なことだが、実行するか否かを論ずるときはすでに過ぎている。計画は実行する。これは決定事項であり、我々はそれを成功させるべく動いている。理解してもらえる？はい。申し訳ありません。何、君が疑念を抱くのも無理はない。不安を覚えるのも最もなことだ。その若さで実に慎重なことだ。君には大いに期待させてもらうとしよう。ありがとうございます。では私と彼女はこれからどうすればよいのでしょうか。無論この計画に参加してもらう。ハスカリヌの封印を解くには鍵と解放の力、この二つが揃わねばならない。ミーメルはすでに保護した。次は鍵だ。君には鍵を作ってもらう。まあ本当に君に作ってもらうわけではない。実際に作るのはグリアーズたちだ。君はその材料を集めてくればいい。そしてミーメルだが、ミーメルもジークと行きます。君も気に入られたものだな。もちろんミーメルにも言ってもらう。しかし彼女は、君の力のそばにいればミーメルが自分の力を引き出すことができるかもしれない。旅をして経験を積ませれば別の方法を考えつくかもしれない。ジーク、お願い連れてって。ジーク・ハイトよ、引き受けてくれるか。ちゃんと言うことを聞くんだぞ。うん。エルネスト様、お引き受けします。そう言ってくれると思っていたよ。まずはどこへ向かえばいいのでしょうか。まずカジガイ・アーシエに行き、そこのグリアーズの長に会うという。詳細はその者が知っている。そこまでの案内だが、確かお前の隊にイニシオ方面の出身者が一人いたな。はい。ではその者と隊を半分連れていくことを許可しよう。あとはそうだな、私の娘をつけよう。まだ若いが何か役に立つこともあるだろう。ありがとうございます。では早速出立いたします。ジークハイト。バシュタール様、お久しぶりです。その娘がレイ。はい。
随分と嫌われたものだな。それはともかく無事でよかった。体はもう大丈夫なのか。以前よりも体の調子は良いほどです。それより隊に被害が及ばなかったことはせめても救いでした。気真面目なのは相変わらずだな。お前のいいところでもあるが悪いところでもない。そう堅苦しく構えるな。友人としての助言だ。友人としてですか。それならば俺からの還元です。気真面目で堅苦しいのはあなたこそではないですか。もう少し肩の力を抜いた方がいいと思いますよ。お前に言われるとはな。できる限り心がけるでしょう。いつまでもその娘に嫌われたままではお前と話すこともままなら、どうやらまだ時間がかかりそうだな。それよりも今回ばかりは相手が悪かったな。闇の信徒となったラルバは俺たちと違い、本来の力を維持したままこの世界にとどまることができる。同じラルバである俺たちでさえどこまで戦えるか。だが今のお前になら戦えるだろう。力を手に入れた今ならだからこそお前にこの名を頼みたい。それはもちろん喜んでお受けしますが、いつまでこの戦いは続くのでしょうか。お前らしくない言葉だな。どうした、戦いに疲れたとでも言うのか。いえ、そういうことではなく、常に戦いのある世界というのはどこか歪んでいるのではないでしょうか。無論歪んでいるのだ。だからこそその歪みをなくすために戦わなければならない。いつまでというのであれば、どちらかが倒れる、いやどちらかが滅ぶのだ。憎しみ合い滅ぼし合う戦いに終わりなど、未来などあるのでしょうか。終わりは必ずやってくる。いや終わらせねばな。未来をつかむために戦いに敗れ死んでしまえば考えることもできる。今はただ戦いに勝ち抜き生き延びることを考える。そうですね。長話をしてしまったが、そろそろ戻らねばな。前線に出られるのですか。闇に落ちしあれば、こちらの大陸に現れたことが気にかかる。こちらでも気をつけておく。状況を確認しておきたいし。お願いします。俺の背中を預けられるのはお前しかいない。また共に戦いたいものだな。私も、俺もまたあなたと共に戦えればと思います。あの人怖い、でも優しい。ああ、バシュタール様は高潔な方だ。彼らがいなければどうなっていたか。どうなってたの。この大陸は今頃闇の軍勢に滅ぼされていたかもしれない。彼らは何の見返りもなく俺たちに力を貸してくれているんだ。だから俺たちも頑張らないと。そうだね、頑張らないといけないんだ。さあ準備をしよう。これから大変になるからね。うん、ミーメルもジークのために頑張る。隊長いかがでしたか。少しの間舞台を離れることになった。そいつはまた急だね。あまり詳しいことは言えないが、あるものの探索の任を仰せつかった。隊を半分持っていく。それとイニシオ地方の案内役としてユージェンに来てもらう。え、ご指名。
いるし。気持ち悪い。え、ちょっと、ちょっと待ってください。私は、イエーイ、名誉のお留守弁。そんな隊長、私を連れて行ってください。ああ、いやしかし、俺の独断ではこれよりもお役に立ってみせます。へえ、大きく出たね、フリーデリンデ副隊長殿。あんたみたいな不真面目に隊長の隣は渡せないわよ。イニシオの案内できんのか。そうだよ、ユウ君出身地だね。さて、リンダちゃんはできるのかな。この俺より詳しくうまくジークハイト隊長をご案内することが、いやー、できちゃうのかな。いやー、万能だね、リンダちゃん。見上げたもんだよ、リンダちゃん。ユージェン、そろそろやめろ。はいはい。なんでリンダ相手だとそうなるんだ。こいついびっていいの俺だけだもん。これは俺の愛情表現の一つなんだよ。ゆがんでる。ああ、これは置いておくとしてだ。フリーデリンデ。はい。やはり俺の代わりは君しかできないと思う。君には俺がいない間、タイを任せたい。やってくれるかな。はい、万事このフリーデリンデにお任せください。じゃ、俺たちは準備があるから、これからいろいろ頑張ってね、フリーデリンデ隊長ダイリンさん。あ、友人。あばよ、うっかリンダちゃん。ほら、行こうぜ、ジーク。隊長、私頑張ります。だから、隊長も頑張ってくださいね。それと、あなたがジークハイト？あなたがエレアザル様？そうよ、父さんから話は聞いてるわ。私はアリス、こっちは私の四年樹ガリオスっていうの。よろしく頼むぞ。うわ、でっけー。頼りにするぜ、大将。ん？無駄口叩かないタイプ？渋いね。渋いね。面白い人たちね。ミーメルです。よろしくお願いします。よろしくね。あ、俺はね、お主、それ以上主に近づくことは許さん。なんで？お主は横島な気を放っておる。どうしよう、ジー君、いきなり嫌われちゃったよ。何なんだその呼び方は。あー、ジー君、
どれだけ俺が貧困、法制、人畜無害な好青年かを彼に存分に伝えておくれ。さあ、今すぐに。こういう男です、ジー君のイケズ。なんか楽しくなりそう。あ、そうだ、私もジークって呼んでいい？どうぞ。よろしくね、ジーク。気をつけろ、近くに何かおるぞ。大きな街道から外れるとすぐこれね。ミーメル、下がって。ミーメルも戦う。危険だから下がるんだ。ちゃんと言うことを聞くんだろ。ちゃんとするって言った、ミーメル。ちゃんとする、ミーメル。ちゃんとミーメル守る。自分の身は自分で守るとな。大した娘だ。おいジーク、ほら無理だぜ。ユージャン、ミーメルを頼む。はいよ。光を貫け。まだ迷っておられるのですか。迷っていないといえば嘘になろう。マキ、それは心を映す鏡でもある。その美しさゆえ心奪われ、その強大な力ゆえまた心奪われる。人は己の中に必ず弱さを秘めているもの。それは神も例外ではない。アルウィディア・ディウス、神々の嫉妬の戦い。アガレストが二分されるきっかけとなった神と神の戦い。バルナをめぐりレニオンとカオスが戦ったというあの戦いか。一言で表せばそうなるかもしれん。だがそこには神々の様々な思惑がある。それは我々が語ることではない。ですね、神ですらそうであるとすれば、私たちはその弱さを克服せねばなりません。強さを手に入れるということとはどういうことか考えたことはあるか。神はなぜ人に弱さを与えたのか。弱さ、時として強さになります。己の弱さを知るからこそ強さとは何であるのか知ることができるんですか。しかし同時に神は私たちに強くなることも望む。だからこそこのような試練をお与えになったのです。なればこそ弱さを克服し強さを手に入れる必要があるのです。確かにバシュタールの言う通り、弱さは時に強さともなります。しかし弱さはやはり弱さでしかないのです。奴らは決してその弱さを見逃すことはありません。力がなければ何も守れはしません。むざむざ倒されるのみ。マキは強大な力を持ちます。
それゆえ一度扱いを誤ればこの世界をも滅ぼしかねません。だからこその我らラルガです。魔気の力を制御し正しき使い方を示しましょう。そして打ち勝つのです。この戦いにハスカリヌ復活は大きな賭けとなるでしょう。ハスカリヌの封印は山脈そのものとも言えます。それでもハスカリヌを復活させるべきです。この世界を一つ元の姿に戻すのだという強い意志を神に示すのです。さすれば光は我らを照らし導くでしょう。光り輝く世界へ。正しき行いをなすには時に痛みを伴わねばなりません。そうだな。ただすがるばかりでは神も我々を見捨てようというもの。神の子として恥ずかしくない振る舞いをせねばならんな。その通りです。子はやがて親を超えるもの。我らが成長した姿を示し神を安心させましょう。ここが火事の町ね。本当にグリアーズが多いのね。作業自体はこの者たちに任せるのだな。ええ、まずはオサを訪ねましょう。お前たちか。ハスカリヌの封印を解くって大それたことをしようってやつらは。はい、そこでぜひともあなた方にご協力願いたいとやってまいりました。どなたかご紹介願えませんでしょうか。堅苦しい挨拶は抜きにしようや。もちろんやってやるとも。話がわかるね、おいちゃん。ハスカリの復活に関わらせてもらえるとは光栄なことだ。是が非でもやらせてくれ。じゃあついでに一番の鍛冶師を紹介してほしいんだけど。それこそお安いご用だ。俺だ、俺。あなたがですか。ああ、なんだその反応は。お気に触ったのでしたら謝ります。ただこんなに早くお目にかかれるとも思わなかったものですから。気難しいおっちゃんがふんぞり返ってて、ふん、出直してこいとか帰れとか言われるのかと思ったからよ。一発であんたみてえな個人と出会えるなんてね。お前面白いやつだな。どうだ、兵隊なんぞやめて俺んとこ来い。俺がしのげばいい職人になれるぞ。え、いや、まだ俺やんなきゃならないことが山積みだから。そうか、残念だな。ま、食い上げたらいつでも拾ってやろう。最終手段として覚えとくね。なあ、楽しみにしてるぞ。では何を集めればいいのか教えていただきたいのですが。ああそうだな、いくら俺が凄腕つっても材料がなけりゃ何にもできねえやな。必要なものと場所はここに書いてある。4つか。数は大したことないが場所がバラバラだな。このラクリマの壺というのは東北のエルフが住んでる森を越えた先にある渓谷の名前だ。詳しい場所は現地に行けばわかる。一番近いのはここから北にあるスルスの泉だな。そこから行ってみるか。ゼルガーさん、ありがとうございました。礼には及ばねえよ。とっとと集めて俺の腕を震わせてくれや。
ジーク、可憐な美少女プラス1がモンスターに囲まれている。その呼び方どうにかならないのか。そんなことはどうでもいいの。ほら、助けてあげるのが人の道でしょ。美少女だし。お主、何かろくでもないことを考えておらんか。理由はどうあれ、その意見には賛成よ。行きましょう。待て。やれやれ、この数相手に引かぬか。少々奇水球を据えてやるとするか。助けて、お兄ちゃんが殺されちゃう。助けてください。すぐ片付ける、それまでの辛抱だ。大丈夫ですか？はい、皆様のおかげで助かりました。ありがとうございます。君も大丈夫だった？怪我はない？こちらこそ、君のような可憐な美少女に悲しい思いをさせずに済んで安心したよ。ああ、お兄さんの名前はリュージェンね。君の名前はなんていうのかな。あれ？お主の邪気を感じたのだろう。里い娘だ。すみません、人見知りが過ぎること。ああ、申し遅れました。私はカルビナ、こちらはルーキーです。先ほどのモンスターですが、俺にはあなたを狙っているように見えたのですが、何か心当たりが？それは…お兄ちゃん…大丈夫だよ、ルーキー。不器用なんだから包帯を取らないで。自分で巻き直せないでしょ。もしかして、あなた、オネルテス？ええ、先ほどのモンスターは、私の第三の目の魔力に引き寄せられてきたのでしょう。最近は急激にその数が減っていると聞くわ。もしかして、さっきみたいなのが？はい、そればかりは、近年この瞳を狙って、私たちを襲う者がいるのです。彼女にはその瞳はないようですが。この子は人間ですから。ですが、この子にも先にの力があって、各地を転々としているんです。すみません、個人的な事情に立ち入ってしまって。いいえ、構いませんよ。お兄ちゃん、この人たちなの？俺たちは何人か。スルスの泉に行った方がいいと出て、それとあなたとそちらの方が出てきました。ん？俺とミーメン？それが何を意味するのかまだ分かりません。でもこんなにはっきり見えたのは初めてで。あなたも私たちと出会うことを予知したの？お恥ずかしながら、私はあまり力が強くないようです。先にとしてはルーティエの方が優秀でしょう。
わかった、運命の出会いってやつだな。行き先も同じみたいだしな。あなた方もセレスの泉、セレスの泉はよく存じています。よろしければご同行させていただけませんか。占いの件も気になりますし、私たちの力は、特に妹の力は何かお役に立てると思うのです。それはありがたい。ではお願いします。これからよろしく、ルーティエ。よろしくな。あらあら、怖がらせちゃったみたいね。大丈夫だよ、なりはこんなだけど取ってくやしないから。ところでルーティーちゃん、その占いに俺は出てこなかったの？俺は残念でした。あなたとは運命がつながってないみたいね。ここがスルスの泉か。魔力を感じるわ。ええ、ここの石は微弱ながら魔力を含んでおり、占い石として珍重されています。そして特に強い魔力を秘めた石を先の眼石と呼んでいます。特に強い魔力ね。俺にはどれも同じ石に見えちゃうんだけど。こんな小石にも魔力があるわけ？ええ、ですがここにあるのは眼石を取るときに出たクズ石ですね。先の眼石はもっと奥だと思います。そこで底を探せばよいのだな。はいしょ、見た目おっかないんだから。いきなり出てきたらびっくりするだろ。しばらくルーティーちゃんに近距離から話しかけるの禁止ね。すっかり怖がらせてしまったのだな。ほらほら、ルーティーちゃん、お兄さんは怖くないよ、優しいよ。あなたはあまり妹に近づかないでもらえますか。は？危険人物指定されたな。はいはい、どっちもいきなり接近したり下心丸出しで接近するのは禁止ね。じゃあカルビナ、案内してくれる？こちらです。この先にはモンスターが住み着いています。気をつけていきましょう。
探せば。さっきよりも強い魔力を感じるわ。それがどこにあるかわかりますか？そこの岩の中ね。そこが一番強く感じる。ここは大将の出番だぜ。ささ、ドッカーンと一発お願いします。お主、わしを便利な削岩機と思ってないか？思ってない。アリスお嬢様の便利な大道具だと思っている。怖いイメージを払拭させてヒャウとか言われないようにするいいチャンスだと思わないか？大将があんな派手にやるから。お主がやれと言ったのだろう。どっちでもいい。今は目の前の敵だ。しかし、マナコ石は手に入った。長いは無用だ。次に行こう。次はコンフィネボルネか。でもこの先は俺も不慣れだぜ。先々で案内を頼めばいい。途中に町か村はあるか？途中に大きな町がありますよ。商業街ルーエトラークですね。フォルストハインがあるの？じゃあそこで一旦補給して。フォルストハイン隊長！なんだ？フォルストハインだ。フォルストハインなんだよ。俺たちはそこに行かなければならないんだ。さあ行こう。すぐ行こう。今すぐに。どうしたんだ急に。町は逃げないぞ。町は逃げなくても中身は逃げるんだよ。いいか、永遠なんてないんだぞ。いいか、ジーク、これはお前の左腕としての俺ではなく兄貴分からの忠告と思って聞いてほしい。ああ人生なんてな、大抵後悔の繰り返しなんだ。そうだな。気づいた時には全てが遅かったなんてこともザラじゃない。だがな、やらずに後悔したって何にもならない。そうだろ？なら俺はやって後悔する道を選び次に生かしたい。ありきたりな言葉ですまない。だが分かったな。はあ？いや、お前は若い。今すぐに理解してくれとは言わないさ。だが今俺には後悔したくないことがあるんだ。それは今すぐフォルスタに行きたい？ミーメル、君はいい子だね。いい子ちゃんにはこのアメちゃんをあげよう。わーい、アメ！わかった。いや、よくわからないが
とにかく行くんだな。そうだ、とにかく進めばいいんだ。きっとお前も俺に感謝するぞ。きっと、きっとな。悪いものでも食べたのかしら。さあの。どうしたんだい？その、助けてもらったお礼をしたくて。ああ、別にいいのに。でも、お兄ちゃんがこういったことはきちんとしなさいって。こういうのは気持ちだから、何か私たちにできることで恩返ししようって。私もそれがいいと思って。せっかくのご好意を無限に断るわけにはいかないな。あの、それで私、皆さんにお菓子を作ろうと思うんです。その買い物に付き合っていただけませんか？もちろん。準備してくるから少し待っててくれるかい？はい、お待ちしています。そんなことなら俺に言ってくれればいいのに。あ、ユージェンさんには別のお願いが。え、俺に？なになに？何でも言ってよ。絶対にお兄ちゃんに包丁を持たせないでください。え？私が料理をすると言ったらお兄ちゃんまで。では久しぶりに私も言い出して。いえ、お兄ちゃんの料理が下手って意味じゃないんです。ただその家庭が問題で。お兄ちゃん深刻な不器用なんです。それはもう器用と言ってもいいくらい壮絶な不器用なんです。ああ、確かにどっか抜けてそうだもんな、お兄ちゃん。ちゃんと聞いてください。本当に大変なんです。周囲にどんな被害が及ぶかわからないんですから。そんな大げさな。どこの世界にリンゴの皮を剥かせたら自分の手の皮を剥く人がいるんですか？ああ、それはオッケー。カルビナには刃物を持たせないようにするよ。あとフライパンも持たせないでください。それからお鍋の前に立たせると危険です。あ、そうだ、あとは。わかった、最善策を取ろう。カルビナは調理場に入れない。それでお願いします。くれぐれもお願いしますね。何を買うんだい？リンゴです。アップルパイを作ろうと思って。じゃあ甘いリンゴを探さないとな。わざわざ甘くないものを使うのか？ええ、酸味の強いリンゴの方が調理した時美味しいんです。お砂糖もたくさん使いますから。甘いのだと甘いだけになってしまって味に締まりがなくなるんですよ。へえ、ルーティーは料理がうまいんだね。いえ、普通です。普通だと思います。以外の人に食べてもらう機会がほとんどないので。あ、でもアップルパイだけは特別なんですよ。どうして？私たちずっと旅を続けてるんですけど、本当に少しの間ですけど、ある村にしばらく滞在したことがあって、そこで出会ったおばあさんのアップルパイがとても美味しくて、私も作り方を教えてもらったんです。だから
プルパイは自信があります。ルーティーはそのおばあさんが大好きなんだね。はい、でも私たちが旅立った後亡くなられたそうです。もっといろんなことを教えてもらいたかったんですけど。そうか、それは残念だったね。ごめん、思い出させてしまって。いえ、こちらこそ。あ、そこで買い物してきます。少し待っててください。お待たせしました。ずいぶん買ったんだね。待とうか。いえ、大丈夫です。これくらいたくさんおまけしてもらっちゃって。だったらリンゴジャムにしますね。ああ、虫食いがあるからかな。え？ジークさん、やっぱりも、持ってください。ああ、いいけど。ジークさん、手を向かないでリンゴの皮を向けますか？おお、それくらいなら。でしたら調理も手伝ってもらえませんか？他にも虫がいたら。私、わかった、手伝うよ。すいません。ルーティは虫が苦手なのか？はい、とにかく虫はダメなんです。怖いじゃないですか。わしゃわしゃもぞもぞ動くし。なんであんなに足があるんですか？なんで目が大きいんですか？なんでいきなり飛ぶんですか？硬かったり柔らかかったり毛が生えてたりなかったり、見た目は可愛かったり無害そうに見えたりして、だから余計怖くて。どっちなのかはっきりしていればいいんですけど。蝶もダメなのかい？はい、遠くから見ているだけなら大丈夫なんですけど、どうしてあのもぞもぞしていたものが劇的に変わるのかが不思議で。本当にどんな構造になっているんでしょう。そうだね、不思議だね。嫌っている理由が連れているような。私、以前行ったところで虫を煮た保存食を食べたんです。食べられたのかい？せっかくのご好意なんだからって。お兄ちゃんが、もう思い出すだけで鳥肌が。だってこっち見てるんですよ、あのつぶらな瞳で。野宿は辛いんじゃないか？そうなんです、わしゃわしゃしたのが顔の上に落ちてきたりして。もう虫なんて大嫌い。なんだかすっきりしました。お兄ちゃんに言ってもお兄ちゃん自分が平気だからちゃんと聞いてくれなくて。聞いてくれてありがとうございます、ジークさん。俺でよければいつでも話を聞くよ。本当ですか？じゃあまたお願いしますね。ああ、噂通りフォルスタハインの女の子は美しく可憐に咲き誇る森の中のお花畑とはまさにこのことよ。ゆうくん、よりどりみどり、すっごくウィーヒー。ほら、ジークもご覧なさいって。もったいない。だからその呼び方どうにかならないのか？ジークハイトだからジーク、ジークだからジーク。まあね。
れしないでね。隊長、私これより別行動を取らせていただきます。は？隊長、行ってきます。ちょ、どこに行く？でも逃げ足は早いのね。なあ、どうせこんなことだと思っていたよ。思ってはいたんだよ。いつも、ああ、察してくれ。うるさいのが減ったと思えばよかろう。そうね、ここでこうしていても仕方ないわ。私たちも移動しましょう。やあ、皆さん、ご機嫌うるわしゅう。チート、面白い話を聞いてきたぜ。こんな時間までどこに行っていたんだ。ああ、いや、いいよ、言うな。どうせ女性を追いかけ回していたに決まってる。それより、話とは？ご明察？さすがチー君。この先にある森のことなんだが、なんと迷いの森らしいぜ。そのくらいのことすでに聞いておるわ。迷う森でメイトであろう。お主、一体何をしに行ったんだ？霧が出ている間は危険ってことも、ひっくり返せば霧が出てなきゃ安全ってことも知ってる？霧が出ている間だけ。昔からのことで原因は不明なんだけどな。まあ慣れたやつなら霧が出てても大丈夫らしいんだが、俺ら素人だしな。だから霧が出てない時を狙って突っ切ればいいってさ。なんだよその顔は。まさか俺が本当に女の子だけを追っかけてったと思ってんのか？あのな、俺だって伊達や水郷でこいつの補佐してるわけじゃないんだよ。あと首刺されまくってるしな。隊長も無事に返さなかったら許さない許さない許さないとか。ともかくちゃんとついでの情報収集もしてるの。ついで。ああ、それと昨日森を通ってきた女の子がいるらしい。女の子の一人旅でも安全ってことだろ。そうだ、ルーティエに占ってもらったら、ユージェンの言う通り先に進んでも大丈夫かどうか。ルーティエ、頼めるかな？あ、私ですか？わかりました。やってみますね。えい！石を投げたり、ぶつけたり。何をしているの？占いですけど。本来なら外でやるのですが、さすがに室内なので。そうなんだ。私、あんまり詳しくないから驚いちゃった。出ました。占いにも良い暗示が出ています。このまま進んで大丈夫だと思います。そうか、じゃあ君の占いを信じて行ってみるか。俺じゃないの？あ、目そらした。では早々に休むとしようか。お主もこっちだ。いや、俺には花々とのお約束がね。ああ、俺のアンドレア、俺のエロイーズ。いやー、他の宿泊客に迷惑ですよ。
ちも早めに出ましょうか。晴れてるって話だったのに。どうします？戻りますか？不用意に動くのは危険だ。少し様子を見よう。霧が出ると迷うのよね。ガリオス、何か感じる？不思議な気を感じる。だが邪気ではない。まずいな。本格的に霧が出てきた。みんな、はぐれないよう注意して。主。ちょっと待て、一瞬で消えるなんておかしいだろ。いや、主はすぐ近くにいるぞ。どうしたんだ？おかしい。主の気配がしたり消えたりしている。一体何が起こっておるのだ？ジーク、何が起こっているんでしょう？ともかく落ち着こう。急に消えるなんておかしい。どこか、まだ近くにいるはずだ。みんな！ジーク、みんなは？何が起こるかわからない。ミメル、離れるな。ジーク、ニャーニャー来るよ。モンスターか？どっちも違う。ようこそ東悪の森へ。さっきまで隣にいた人がいきなり消えたり、僕がいきなり現れたり驚いたでしょ。まあ今さら焦ってもどうにもならないよ。霧が晴れるまでの辛抱だね。東悪の森と。ああ、やっぱり地元の人じゃないんだ。メーとインバラ・イレン、別名東悪の森。霧が出たら動いちゃいけない森。
ここでは霧が出ている間だけこういう面白い現象が起こるんだよ。知らなかった？そういうことだったのか。地元の人間には笑って済む現象だけど、初めてのあんたたちには災難だったね。これ以上はぐれたくなかったら、とにかく動かないことだよ。お仲間だって霧が晴れればすぐに見つかる。で、その物騒なものはいつ収めてくれるのかな。ああすまない。君は？お先にどうぞ。それもそうだな。俺はジーク・ハイド。ジー君だ。その呼び方はやめてほしい。こっちはミー・メリアといい。ミーメル。ああ、わかったわかった。ミーメルと呼んでいる。ふん、面白い名前だね。なんか複雑そうだね、君たち。まあいいや、みーちゃんだ。そうそう、僕の名前だったね。我が名はテトラ。慈愛の老樹、英知の緑の子にして王老の学徒。別に覚えなくてもいいけど、よろしく。にゃーにゃー。テトラ。にゃーにゃー。いいよそれで。君はこの町の人？いや、僕も君たちと同じ旅人だよ。大地の悲鳴を聞きつけて浄化のために東へ西へ右左、旅また旅、旅から旅への根なし草。ここに来たのもたまたまなんてね。大地を浄化？聖職者なのか。かなり違うね。自然本来の力を活性化させて大地を元気にしているんだよ。まあウィッチドクターに近い感じかな。ちなみに生物への治癒魔法とかは管轄外でできないから。浄化するとどうなるの？いいことずくめだよ。生き物は大地とは切っても切れぬもの。生き物は大地によって生かされてるんだ。世界が病めば大地も病む。大地が病めば生物も病む。大地が病めばいずれ人も病む。小さな僕たちができることなんてたかが知れてる。けど歯止めをかけることはできる。で、ここまで全部ジジ様のお受け売り。まあ、僕の経験からすると大地が元気になるとご飯が美味しくなるよ。本当の本当の本当の話。この森を浄化しに来たのか。え、なんで？この森から邪気は感じられないよ。それよりさ、君たちこそこれからどこに行こうとしてたの？ルーエトラークへ向かう途中だったの。そこまで詳しいやついるの？いるわけなさそうだよね。ねえ、僕が案内してあげようか。君が？そ、僕が。さっきも言ったけど、僕はずっと旅をしててね、結構役に立つと思うよ。よく考えてみてよ。このまま進んだら命取りだと思わない？見返りは？そうだなって考えるまでもないけど、代わりに僕を守ってもらおうかな。最近やたら物騒だしね。護衛みたいな感じで。そんなことでいいのか？ジーク、ミーメル。
て。無事だったのか。はい、急に一人になってびっくりしましたけど。お、そちらの猫耳お嬢さんは。あ、ニャーニャです。は？ああ、いや、テトラだ。ニャーニャーさんだ。彼女は地理に詳しい。彼女の護衛をする代わり、ここから先の道案内を頼んだんだ。護衛？エルフ？いや、ハイエルフか。本当にごったになご一行様だな。はじめまして。僕はテトラ。死の命により大地を浄化する旅をしています。気ままな一人旅を続けていたのですが、近頃何かと物騒になり、子供の一人旅もいかがなものかと思い悩んでいたところ、そちらの方々にお会いしました。あなた方の力を見込んで一つよろしくお願いします。うんうん、君みたいにプリティーな子猫ちゃんならお兄さんいくらでも守ってあげちゃおう。いや、頼りにしてるねお兄さん。あ、僕お腹減っちゃった。ねえ、何か食べに行こうよ。よし、お兄さんに任せなさい。いっぱい食べて大きくおなりなさいね。ほんと？やはー、お兄さん優しい。よし、いっぱい食べちゃうぞ。ユージェン。痛い目に遭うのは彼の方です。術師の食欲をあまり舐めない方がいい。では遊び歩く金もなくなるだろうな。良いことだ。そうね、いい経験かも。そうだ、私たちもユージェンにおごってもらわない？それは明暗。では行こうか。今のところは順調です。はいはい、わかりました。引き続きお任せください。どうかされましたか、お美しい方。あなたは？あなたのユージェンです、麗しょ白百合。ぜひともあなたの家臣からお名前をお聞きしたいのですが。まあ、お上手ですこと。私、さやねと申します。なんと美しい響きだ。まるで澄み切ったせせらぎのごとく私を駆け抜けていきます。あなたを思うと心がざわめく。なぜ、何故あなたは私をこんなにもかき乱すのか。
もっともっと俺を翻弄してください。俺はあなたという美の本流に飲まれたい。言ってることがめちゃくちゃだな。いいね、あんな変な言葉覚えちゃダメよ。はーい。さやめさん、何かお困りでしたら何なりとこの私めに。ではつかぬことをお伺いしますが、ここは一体どこですか？いつまで行っても目的地に着かなくて、もっと南に行けばいいのかしら。どこと言われても。ホルスターハインから離れて、もうすぐルーエトラークってとこかな。さやねさん、地図おかしいよね。地図がおかしい？私、間違った地図を持っていたのですか？納得がいきましたわ。どうりで目的地まで行けないと。いや、持ち方が、北が上だから、普通。でよろしければご案内しましょうか。まあ本当ですか？ありがとうございます。ではお世話になります。本当にありがとうございました。皆様と出会えなければ今頃どうなっていたか。どこへ向かっていたんですか？この先のコンフィネボルネです。お仕事を頼まれていまして。仕事？実は私、故郷よりある用事でルーエトラークの姉妹都市ペールコピアに参りました。その用事は終わったのですが、また別の用事を頼まれまして、それがコンフィネボルネから薬草を取ってくるというもので、特に難しいものではないのですが、私はそのお恥ずかしながら方向音痴でした。ハルキュイアの方向音痴とは？パーッと飛べばいいんじゃないの？私ハーフですから、この羽も飾りのようなものですわ。でもなぜでしょう、不思議ですわ。普段はここまでひどくありませんのよ。ペールコピアにも確かに時間はかかりましたし、いろんな方に助けていただきましたが、ちゃんとつけましたし。ですが今回は何かに導かれるように、こうフラフラーっと。不思議ですわ。フォーク音痴の精霊でもいるのかな。まったくですわ。何度そう思ったことか。俺たちもコンフィネボルネに行くんです。よろしければご案内しましょうか？まあ、ご縁とは不思議なものですわ。はっはっはっは。その運命にお任せあれ。屈強な戦士があなたをしっかりお守りしますな、大将。大将、大将は無口だな。褒められて照れてるのよねー。
そのようなことはない。あら、嬉しくないの？やっぱり照れてるじゃない。あらあら、本当に頼もしいこと。しかし私これでも腕に覚えがありますのよ。皆様の足手まといにならぬよう励みますわ。さよねさんはお強いんですか？私の故郷は傷の山脈に近い場所にあり、常に魔物の脅威にさらされていますから、故郷を守るために自然とといったところでしょうか。こんな時代ですもの、武芸も立派な淑女のたしなみですわ。たしなみ。私にできることがあれば何でもおっしゃってくださいね。炊事、洗濯、掃除、その他もろもろ、きっとお役に立ってみせますわ。それは心強い。では案内は我らにお任せを。ええ、それはひらによろしくお願いしますね。ジークさん、先ほどからミーメルちゃんが見当たらないようですが。探検に行ってくると出て行ったのですが、暗いですし、呼んでこないと。では、私探してみますわね。俺も別の方角を探しに行ってみます。さやねさん、一人で行くならあまり遠くに行かないでくださいね。道がわからなくなったら、その場で動かず助けを呼んでください。ええ、わかりましたわ。私も二次遭難はごめんですし。ちゃん、どこですか？危なっかしいところですわ。岩の下敷きになどなっていたりしないでくださいよ。何か聞こえましたわ。これは鳴き声。どこから？あら、こんなところに穴が。痛いよ。ミーメルちゃん、こんなところにいたんですか？さやね、うわー、さやね、助けー。今行きますから、ちょっと待っててくださいね。ほら、探検もほどほどにしないといけませんわよ。さやね、怖かったよ。痛いし、どんどん暗くなって。あらまあ、大変ですわ。肘をすりむいてしまったんですね。早くここから出て手当てしましょうね。あ、危ない。足が岩に挟まって、これでは動けませんわね。まあまあ、私が下敷きですか。困りましたわ。こんな大きな岩、ガリオスさんでなければ動かせないでしょうし。ごめんね、ごめんね。ミーメルが探検しなきゃ。さやね、こんなことに。いいんですよ。それよりミーメルちゃんが大きな怪我をしなくて
私は安心しましたわ。でも、ほらほら、もう泣かないの。ジークさんに笑われちゃいますよ。でも、暗いの、怖いよ。ミーメルちゃんは、暗いのがダメなんですか？ミーメルちゃん、手を出してくださいな。怖くなった時は、こうして手をつなぐのですわ。どうですか？少しは怖くなくなったでしょ？ちょっと怖くなくなった。なんで？おまじない？いいえ、暖かいからですわ。手を握ると体温だけではなく心のぬくもりも伝わるのですわ。心？不安になったとき、怖くなったとき、寂しくなったとき、手をつないで信頼している人がそばにいたら、それはとても幸せなことですわ。よくわかんない。ミーネルちゃんにもわかる日が来ますわ。急がなくて。来ましたわね。きっとジークさんが来てくれますわ。信じて、もうちょっと待ちましょうね。うん。また怖くなってきちゃった？ううん。無理しなくてもいいんですよ。そうだ、じゃあ今度はぎゅーってしてみましょうか。うん。ミーネルちゃんは暖かいですわ。サヤネもとってもあったかい。ぎゅーってするってことは言葉じゃうまく言えませんわね。もっともっと大事なものが伝わる感じがするんですよ。大事なもの？そうですわ、大切な何か、それが心なのかもしれませんわね。私もよくわからないですわ。心か。ミーメルちゃんはとても温かい心を持っていますわ。不安な気持ちがなくなっていきましたもの。ミーメルもサヤネのあったかいのわかったよ。心？どうしましたか？そっか！ミメル、わかんないけど、わかった！心を伝えるの、呼ぶね！どうやっていいのか、サヤネが教えてくれたから。一晩中探してるってのに。ダメ、こっちにもいないわ。さや姉さんまでいなくなっちまうし。ミーメル？こっちだ。おい、何を根拠に。闇雲に探しても見つからねえぞ。ここだ、近い。ジーク！聞こえた、ミーメルの声だ。こっちだ。アリス、ガリオスの力が必要だ。ついてきてくれ。ミーメルに気づいた。は
ですか？うん、ミーメル、わかるよ。ミーメル、サヤナさん、無事か？ジーク、ジーク、ここだよ。崩れて穴が埋まっちまったんだな。ごめんな、ミーメル、見落としてたよ。でも、本当によかった。二人とも大きな怪我がなくて。しかし、よく居場所が分かりましたね。ああ、なんだかミーメルに呼ばれたような気がしたんだ。うん、呼んだよ。ミーメル、ジーク呼んだよ。あのね、サヤネが教えてくれたの、心なんだよ。だから分かってジークを呼べたの。心か。まあ、無事に見つかってよかった。今度から誰かと一緒に行くんだぞ。そうですね。そうすれば危ないところに行きませんものね。そうだ、ミーメルちゃん、今度は私と参りましょう。おいおいおい、はじめっからサヤ姉さんと探検に行ったら本当に見つからなくなるって。あらあら、私そこまで方向音痴じゃありま。言われてみたらそうですわね。さあ、朝食といたしましょう。皆さんお疲れでしょ。私腕を振るいますからね。では、街中でのあれやこれやを説明してやるから、心して聞くように。まず、行動回数の分だけ街中を移動できる。行きたい場所を選択して決定すると、その場所に移動するわけだが、闇雲に移動しても行動回数が減るだけだから注意しろよ。ちなみに、行動回数を増やすポイントは、ズバリ、女の子たちとのイベントをこなすことによって、行動回数が増えるぞ。誰かいる場合はここにいますよって表示されているから、まずはそこへ移動するのが基本だな。ただし、表示されていなくても誰かいる可能性がある。そういう場所でこそ美味しい思いに預かれるわけだが、誰もいないと虚しく行動回数が減るだけ、寂しさが増えるだけ。どこへ移動するかよく考えることだ。誰がどんな情報を持っているかわからない。ま、根気よく探してみるんだな。ああ、さっき言い忘れたんだが、女の子は仲良くなると普段とは違った姿を見せてくれるようになるぞ。街中ではいつもとは違ったあの子を拝めるってわけだ。いいか、見せてくれる条件はその子と仲良くなることだ。じゃ、頑張れよ、隊長さん。お腹いっぱいだと何でも幸せに思えてくるから不思議だよね。ポカポカしてて気持ちいい。したくないや。ねえねえ、ちょっと膝枕して。かわいい服がいっぱいありますね。私に似合う服はあるでしょうか。でしょうか。え、これを着てお見せするんですか。あの、すみません、失礼します。
ねえジーク、これ何？あとね、これは？あれは？町、いろんなものあるね。楽しいね。あ、あっちは何？何のお店？ミメル行きたい行きたい。つもりがとっぷりくれてるし、もうなんで起こしてくれないのさ。もうすぐ夕飯でしょ。ねえ早く宿に戻ろうよ。ご飯ご飯。たまにはお主も一緒にどうだ。先ほどまで主と飲んでいたのだがな。主なら大方広場にでも行ったのだろう。あれ、どうしたの？ああ、心配して来てくれたんだ。大丈夫。ちょっと暑くなっちゃって、風に当たりに来ただけだから。ねえ、こっちに来て。ここすっごく気持ちいいのよ。ね、ちょうどいい風が来るでしょ。いらっしゃいませ。ご利用ありがとうございます。本日はアイテム交換の割引をさせていただきます。これでいいんだよな。ええ、これよ。こちらも発見しました。これだけあれば十分か。そちらはどうです？
い待って。すみません、まだ。ありました、これに間違いありませんわ。ここでの用は済んだな。一度ルーエトラークに戻ろう。ミメル、どうした？ジーク、早く帰ろう。嫌なもの、いる。みんな、気をつけよう。近いぞ。ガリオス、まさか。そのまさかだ。来るぞ。フィネボルネは山脈から遠い。ここまで入り込むのは相当難しいと思うのだが、しかもこんな少数で。どっかの戦線が崩れたとかじゃないよな。今のところそんな話は聞かないけど、ガリオス、近くに似たような気配はある？いや、もう感じない。ミーメルか。うん、いないよ。では町に戻って情報を集めよう。ここにいては何もわからない。ルーエトラークでわからなくても別の町に行けばいいだろう。ま、こっちの旅自体は順調だしな。あとはなんだっけ。ミーティア鉱石と水の片鱗だ。トリマー遺跡とラクリマの壺だな。両方聞いたことのない名前ですね。トリマ遺跡でしたら心当たりが。しかしもう一つは見当もつきませんわ。アーシエから北にあるエルフの住む森、そこを越えた先にある渓谷、行けばわかる。それ知ってる。ラルムホル渓谷のことだ。その一番奥の滝壺の一般的じゃない方の名前。一般的じゃない。もともとレムロリアン独自の呼び方らしいよ。なるほど。じゃあラルムホル渓谷に行けばいいってことか。それだとちょっと大きな問題が一つあるね。なんだ。水の片鱗でしょ。多分僕たちじゃ取れないよ。それはどういうことなの。そのまんまの意味。ただ言っただけじゃ取れないし、見つけられもしないんじゃないかな。水の片鱗って採取方法が独特で、それはレムロリアンしか知らないんだよ。まずレムロリアンを探す必要があるのか。僕の故郷にリュレントのジジ様がいるんだけど、レムロリアンを紹介してもらえるよう頼んでみようかな。そんなことができるのか。リュレントとレムロリアンは親交が深いからね。ま、あとは僕がいっぱいご馳走になってるお礼も兼ねて。ああ、そりゃありがたいね。ついでに我が隊のエンゲル係数を減らしてくれれば。本当、言うことないんだけど。ん？いや、何でも。では、お願いしたい。
君の故郷はここから遠いのか。ネーベルモルー、エルフの住む森。ここから、近いとは言わない。じゃ、お嬢様の気が変わらないうちに行こうぜ。おっと、サヤネさんを町まで送るのが先だな。ヘールコピアでしたか。ええ、お願いします。今、薬草を渡してきたのですが、少々気になる話を聞いてまいりました。ベフェスタ砦に兵が集まっているそうです。ベフェスタ砦、それは本当ですか。ええ、それだけでなく、この町に長母の兵が来たそうですわ。どうやら聴衆をかけながら砦に向かっているようですわね。近々大きな戦でも起きるのかと皆様心配していました。海岸線から侵攻してきた敵を迎え撃つつもりだな。サヤネさん、確か故郷が山脈の近くとか言ってませんでした。安全のためにお送りした方が。いいえ、大丈夫ですわ。なさねばならぬことができました。故郷へは当分帰りません。ありがたくお言葉だけ頂戴しておきますわ。なさねばならぬこと。もちろん、あなた方についていくことですわ。私、皆様をお手伝いしたくなりましたの。あなたを巻き込むわけにはいきません。あら、私の腕ではご不満ですか。いえ、そのようなことはありませんが。ならばよろしいではありませんか。私を助けていただいたほんのお礼ですわ。受け取ってくださいまし。わかりました。改めてよろしくお願いします。こうして出会えたのも何かのご縁ですわね。私を信頼してくれたあなたに一つ秘密を明かしましょう。トリュマー遺跡、神殿跡は私の故郷の近くにあります。山岳の民にとっては神聖な場所。他の土地のものでは案内できないでしょう。出身者であるあなたならわかるってわけね。では後々責任を持ってご案内させていただきますわ。これからネーベルモルに向かうのですか。いや、少し様子を見ておきたい。ベフェスタ砦に寄ろうと思う。テトラ、いいかな。僕は全然構わないよ。では行こう。みたいに言うなよ。というか、なんで前線にいたお前がこんなところにいるんだ。それはもちろん、もしかしたら隊長に会えるかななんて。俺に。いえ、敵が深く入り込んでいるという情報が入りまして。ベフェスタ砦で迎撃するためバシタール様が指揮を取られています。もしか
この前の奴らは。無関係とは言えなさそうだ。我々はバシュタール様直々のご推薦でベフェスタ砦へ向かう途中です。ああ、すごいじゃん。俺たちがいない間にお前どんな手柄取ったの？やはり太陽君に任せて正解だったな。いや、そんな。敵の部隊を2、3潰しただけですし、着目されるほどの働きは何も。それもこれも常日頃からの隊長の個人得かと。あ、バシュタール様も造園を率いてベフェスタ砦に向かわれたそうですよ。バシュタール様が。ジーク、この方は。申し遅れました。私はイノコ・リンダです。あなたは黙っていてください。私はフリーデ・リンデと申します。どうぞリンダとお呼びください。あらまあ、ジークさんも隅に置けませんわ。こんなに可愛らしいいい人がいるなんて。ないでくれ。あら、そうですか。それは失礼いたしました。こいつは俺と同じ副隊長で、俺と一緒にジー君を両側からピシッとサポートするんだよ。その呼び方どうにもならないよ。タイのみんなは元気か？それはもちろん。みんな隊長のこと心配してますよ。顔を見せに行かれては。そうだな、ちょっと行ってくるよ。私もご一緒させていただきましょう。いか、昼食の準備中かな。お腹が空いちゃう。いい香りがしてるね。ジークの本体だから予定外のお客様が押しかけても気持ちよく対応してくれるよね。勘弁してくれよ。ちょっと。女の子は？そう。何これ。どういうこと。しかも親しげに。ジーク、ジークって。お前も名前で呼べばいいだけじゃない。できたらやってるわよ。できたらやるわよ。しかし体を預かる者として責任と重圧が。たちの前で主張を挟むわけには。誰も隊長の名前を呼んだ呼ばないでいちいち文句言わないと思うけど。っていうかみんな知ってるし。ちょっと聞いてるの。
はいはい、俺も顔出してくるわ。行っておいで。違うの、ニーメル、ジークと一緒に入りたいの。お背中を流ししますとか、泡風呂でイチャイチャとか、ジークと一緒に遊ぶの。どこで覚えてくるんだそんな言葉。元凶は友人か。あらあら、早速使っていますね。まさか、サヤネさん、ミーメルに変な言葉を教えないでください。あら、私何か言いましたか？そんなことよりジークさん、ちょっとお手伝いしてもらいたいのですが、よろしいですか？何でしょう？あの魚なんですけど、ザクッと切っていただけませんか？もう硬くて硬くて。お願いしますわ。さやね、さやね、ご飯まだ。僕お腹空きすぎて別の人格が出てきちゃうかもな勢いなんだけど。ジークさんに魚をやっつけていただければ、すぐにでも。もうお腹減ったよ。ジーク、さっさとさばいちゃってよ。ああ、じゃあ。あの、ジークさん、ちょっといいですか？教えてもらいたいことがあって。やあ、ミーメルとお風呂行くの？今はご飯が先。ご飯第一、風呂はその後ゆっくり入ればいいの。ともかくご飯。あの教えてほしいの。ジークさん、こちらを手伝ってくださるんですよね？みんな落ち着いて。ジークがオロオロするのも諦めて固まってるじゃない。なんつう顔してんだよ。そんなに羨ましいならお前もあの輪の中に飛び込んでこいよ。ってできたらとっくにやってるよな。ねえ、何なのよ。ちょっと離れてる間に、なんでタイが春の嵐に見舞われてるの？しかも、その中心が隊長ですって。タイの風紀は？私の立場は？敗者はひた隠しにしてきた隊長へのあふれんばかりの愛を抱えたまま、ただ静かに大海原に去っていけって言うの？ああ、いい感じにぐちゃぐちゃだな、お前。完全に出遅れている上にどんどん差をつけられている。もう私は一体どうすれば。ねえ、私でも即実践できる異中の人に一歩近づきになれる方法とかない？お前が俺に助言を求めるとはな。確かに思いっきり不利だよな、お前。そうだな、お前の空回り奮闘記を見られなくなるのは楽しみが減るし、かといってうまくいくのも面白みが。ん？何か言った？いやいや、お前の頑張りを一番よく眺めて見守っていたのは俺だからな。よし、ここは身内のよしみだ。一肌脱ぎましょう。
じゃあ早速作戦会議ね。まさかこんな状況になってるとは思いもしなかったろう。そうね、真面目にやったら自発的に女性が増える任務なんて聞いたことがないもの。まあお前がいない間にいろいろあったわけだ。なんでか女の子ばっか仲間に加わって、俺にとっちゃ悪かねえ状況だがね。お前にとっての問題はその女性陣がジークに少なからず好意を持ってるってとこか。そうね、なんであんなの絵に描いたような鈍感男というか、そんな感じだった隊長が。お前そんな風に思う、痛くもなるか。まあ優しいっちゃ優しいからな、じわじわ落とされちゃうんだろうな。愛じゃない好意は無限大って感じ。うわうわ、隊長は凛々しくてたくましくて魅力的な人だし、キリッとした厳しい表情、温かい笑顔、時折見せる少年の一面。そんな隊長の素顔に世の女性方が気づいてしまったと。気づいてしまったからには放っておけないと。そういうことなのね。お前俺の話聞けよ。まあしかしその解釈はある意味当たっているのかもしれないがな。あいつはな、男子一生にあるかないかの最大のモテ期を迎えているんだ。モテ期？甘酸っぱい青春を彩るスパイスみたいなもんだ。青春外してくるやつもいるとかいないとかだが、やっぱり青春時代に来てほしいところだよな。ま、俺はいつだって青春時代だけどさ。ああ、昨今流行りの迷信ね。あんたいつまで青春続ける気よ。いつまでもだ。それはともかくだ。これは明らかにお前の怠慢が招いた結果だ。お前、ジークの性格に安心しきってただろう。ついでに、今まで一緒にいた時間が長いから、仮に他の女性が言い寄ってきたとしても自分が有利とか考えてたんじゃないか。確かに。いいか、愛に時間は関係ないんだぞ。ほら、例えば一目惚れの方がこう一気に燃え上がる感じがしないか。その分冷めやすい気もするけど、そうかな。逆から言えば、いくらお前が長くジークの隣にいたとしても、それはあくまで仕事上の関係であって、ここで踏み込まなきゃどれだけ経っても部下の凛だでおしまいだ。俺はこの人と幸せになるよ。君も幸せになってくれ、リンダ。リンゴン。そして女は男の笑顔に背を向け、悲しみの大海原に去ってゆく。いや、そんな結末、悲しい、切ない、わびしすぎる。でも、何が一番悲しいって、あんたに真面目に説教を食らうとこまで事態が進行してることよ。ほら、忠告は聞くべきだぞ、茶化すな。あ、見捨てないでよ。あんたしか相談できる相手がいないんだから。いや、見捨てやしないが呆れてはいる。いっそ今からガツンと言ってこいよ。当たって砕けて玉砕してこい。いや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 、砕けちゃダメでしょ。それにうじうじすんなよ、お前らしくない。色恋沙汰となると点でダメだ。だがな、ここで何らかのアクションを起こさなければ、受け取す待ち受ける側に回るのは確実にお前だぞ。今までの経験から分かってるだろう。ああいうやつははっきり行かないとダメだ。なら真正面ガツンと直球勝負だ。それにな、好意を持たれてるって分かると向こうも気になってくるもんなんだよ。言うだけ言ってみろ。本当にダメだったらやけ酒くらい付き合ってやるからな。真正面からガツンとストレートに。うん、分かった。私やってみる。ありがとう。やっぱりモ
つべきものは家族ね。よし、そうと決まれば特訓よ。ちょ、特訓って何のだよ。今すぐジーグのとこに行ってこいよ。ねえ、俺の話聞いてた？いや、隊長、さっきなんだ、リンダか。どうした、そんな思い詰めた顔で。た隊長、つじリンダ、ゆっくりでいいよ。緊張して言葉が出てこない。どうしよう、私の覚悟なんてこんなもの。逃げちゃいたい。でも隊長、私の気持ち受けリンダ、落ち着いて、深呼吸を受け止めてください。待てリンダ、走るな。好きです。いや、好きなどない。この思い、剣で語り合いましょう。いやあ朝から身の入った稽古だったな。身も心も引き締まるよ。そうですか。私も心のモヤモヤがどこかに吹き飛びました。そうか、それはよかった。しかし、離れている間に腕を上げたな。そうですか。なあ、俺もうかうかしていられないな。これまでよりもっと鍛錬に励まないとな。じゃあ一緒に朝の稽古しませんか。それはありがたい。早速明日から付き合ってくれ。はい。当初の予定とは違った方向だが、まあいっか。その調子で頑張れよ。